この動画は、PC バナークの漂流生活をダラダラお送りしているものです。キャラの性格が適当な点、過剰な演出が多々あることをご承知おきください。プテさん救出には、新しいプテさんのテーマということに落ち着きました。地上を歩いていくにはリスク高すぎるからな。妥当だけど、プテさんダブルはよ。まあ、それはしょうがないけど、やはり弟子を見捨てるわけには。あら、弟子じゃなくて同情生の方がいいんじゃ？あ、そう言われると、そっちの方がいいかも。同情開いてるわけじゃないけど、師範代っぽいな。いいですね、かっこいいです。新しいプテさんサドルを作るために、ケラチンを集めないといけません。何気に、骨の着せ替え使ってからに。なんか、古代のロマンがにじみ出てていい感じです。周り、トリケラトプスいすぎ。ブロントにも攻撃当たりそうで危ないな。心配無用です。もう、当たりました。おう。いやー、長い戦いでした。やっぱり、装飾対装飾は時間かかるわね。でも、犠牲者、犠牲流が増えたおかげで、サドルが作れそうです。よし、ゲーム完了。さあ、プテさん救出に出発です。レベル90のおテイムしたけど、やっぱり重量厳しいな。スタミナの管理も重要ね。はい、休憩場所は吟味しないといけないですね。さあ、そろそろです。どうか無事で。人が離れると、戦闘は休止されるからな。プテさんも、プルロビアもいませんね。代わりにカルノがいるぜ。装備回収は置いといて、まずはプテさんの無事を確認しないと。ですね。上から周りを確認です。さあ。すぐ周りを飛んでたみたいだな。よく見ると、ここにいたわよ。もう、心配させて、帰りますよ。何事もなく、無事到着です。やっぱり、遠出だとプテさんだときつくね。そうねー、アルゲンタビスあたり欲しいけどね。ユユコ様の生まれ変わりが遠出にいいんです。わかった、悪かった。アルゲンは速度は控えめだけど、スタミナも重量も高いからな。サドル製作は、レベル62ね。もうすぐだし、先にテイムする？わら拠点を穴代わりにできるかもな。要するにアンキロさんと同じで青互いですね。あ、レベル130って子がいますね。じゃ、その子で、頑張って説得しましょ。わらの英語招待だぜ。うまく入ってくれませんね。壁を一枚外してみます。逃走するときに、壁を外した方へ逃げなければ大丈夫だな。あ、そっちじゃないです。ほら、ぼーっとせずに追うわよ。地上には肉食獣が多い地域ですが、大丈夫でしょうか？昏睡中に攻撃されたら、死ななくてもテイム後のレベルが下がっちまうんだ。眠らせる場所も考えるんだぜ。ありがとう、マリサ。今日はまともな発言が多いです。なんだよ。ほら、まだ明るいからじゃないかしら？なるほど、けだものになるのは日が落ちてからですか。ちげえよ。ここら辺は安全そうです。10分以上追いかけ回してたわね。周りに肉食がいないのは確認済みです。プルロビアが。またお前か。またお前かー。まさか、ここまでプルロビアに苦しめられるとは。なんとかアルゲンは無事でしたが、レベルはあまり伸びなかったです。では、また。